透明、襲う相手を誤ったようだな。動くでないぞ、とどめを刺してやる。いや違う、こいつらは俺が殺したんだ。他の連中も殺してやらなきゃ気が済まない。仲間ではないのか。手を組むよ、脅されたんだ。そうすりゃ家族の借金を返すと。何年も仕えてきたのに、家に帰ったら家族はみんな殺されていて、家財も盗まれてた。あいつらを一人残らず殺すまで、まだ死ぬわけにはいかん。お主の意中は分かったが、一人では無謀だ。手を貸してくれないか。俺の名は五名だ。酒井陣だ。住処に案内しろ。まだ遅くはない。行くぞ。知っておることは全て教えろ。八重のことならば喜んで。八重の外に人がおる。物見だ。真っ先に始末しなきゃな。海辺に蔵があるな。あそこに盗品を置いてるんだ。あそこは？あれは連中の寝床だ。中には誰が？野党の頭五郎八だ。あいつだけは許せない。随分と大きな野営だ。この地の民も脅かされておるはず。行こう。残念だってな。まとめて殺してやる。気を入れろ。どうした？行こう。俺も聞こえた。行こう。
覚悟はできたか。誰もおらぬか。いずこへ行った。去ったようだな。死ねえ。矢が飛んでくるぞ。矢に当たるな。でなければ癒せぬ。この命はあなたに拾われたようなもんだ。家族の敵は撃てたな。あなたのおかげさ。すまないが、もう一つ頼まれてくれ。死んでもこいつらとは言いたくないんだ。わかった。心安らかに眠れ。